2020年まあ現実には2021年になりますが夏の大会東京における夏の大会はあの安全安心な大会にしていきたいと考えています。でそれはあの新型コロナウイルスに打ち勝った人類が打ち勝ったその戦い の証になるべく努めていきたいいと思います来年2021年の夏の大会もこのコロナウイルスの影響が落ち着かないとできないということを都民は知っていますのでそのことも一つの後押しになったかというふうに思います。 えー、コススト縮減これがベースになってきますでまたあの応援に来る方もにとってもアスリートにとっても安心で安全な環境づくりということで、まあ、それらについては検査をどうするのか、えー、このソーシャルディスタンスを出るぐらい取るのかなどについては これからのお話し合いによると思います。スポンサーの方々もやはりそのオリンピックを通じて人々への健康であるとか命の大切さとかそういったことをアピールする絶好のチャンスではないかと思いますので引き続きスポンサーの皆様方にはそういった面からも支えていただきたいと思います。